皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日の作業を始めます。本日は私のガンマについて作業を進めます。作業といってもですね、今日はちょっとしか時間がないので、事前にこうやっていろいろやることを準備してきまして、こんなことをやろうと思います。それでは作業を始めます。で、今日はいろいろやることをリストにしてないんですけど、やろうと思ったことを忘れないで持ってきまして、まずタッチペンからやるんですが、これ作業、まあ皆さんもハンドメイダーの方はみんなご存知だと思うんですけど、複数の作業をやる場合に私が決めていることがあるんですが、まずはじめにこうやって、まあ、ペイントとかある場合、乾燥させる時間が必要じゃないですか。で、乾燥させなきゃいけないので先にやることにしてます。で、あとそれにまあ合わせて塗装するんで、汚れていてはダメですから、手が汚れる前にこういう作業をすることにしています。で、さらに言ってしまうと、まあ私は駐輪場にシートカバーをかけてオートバイをしまっているので、塗ったところが乾燥してくれないとカバーもできませんから、そういう意味では乾燥させる時間も絶対必要なわけで、そんなこんなでまずは今日の作業の内容の中では塗装から始めました。これまあ、キリがないっていうか、塗り始めると、あ、ここもだここもだっていろんなところにこう気がついてやっていくわけですけど、まあなかなかこう一気に終わんないので、ちょっとずつですね、気がついた時にやっていくというようなスタイルでやりたいと思います。今これ白塗ってますけど、これ届いた時は結構傷がついてて塗んなきゃなんないとこ多かったんですけど、まあことあるごとにちょっとずつこうやって塗ってってるので、だんだん綺麗になってってるような気がします。遠目に見てもサビはちょっと目立つんですよね。まあ、目立つって言っても、実際はデジカメとかで写真に撮っても分かんないぐらいですけど、まあ、そういうことがありますので、ちょっと私はそんな神経質な方ではありませんけど、サビが進行していくのも良くないので、錆びてるところは特に早めにタッチペンしておいたらいいのかなと思ってます。で、前回塗ってから、あ、ここも塗り終わってからですね、作業終わってから、あ、ここも塗っとかなきゃダメだったなっていうのが気がついて、それをこう思い出したりとかして作業を始めるわけなんですけど、でも実際に始めてみると、やっぱり、あ、ここもここもってどんどん出てくるわけですよ。だからそれもキリがないので、適当なところでやめて次に向かいたいと思ってます。今日はここまでにしよう。今オートバイをまたがるようにして右側をこう塗り始めたんですけど、その時にタンクに手をついちゃって塗ったところを触っちゃったら元も子もないので、そういうことやるんですよね、素人は。素人ですから。よし、今日はこれぐらいでいいんじゃないですか。フルフローターサスペンション、よし、これで白のペイントはやめにします。またいずれ。キャップだけしときます。あ、そうだ、キャップの前にキャップを外したので、ツーストオイル、先日走ってる時に警告灯がつきましたから、ツーストオイルを追加します。カストロールです。カストロールもいろんなグレードがあるんで、私のアクティブってやつか、レーシング 2T でしたっけ、そういうのがあって、それがなんか私の師匠によるととてもいいらしいんですけど、とりあえず今はまだ家にこの銘柄オイルの在庫があったので、これを入れておきます。やっぱり中見えませんね。先日アプリよりもこのツーストオイル入れましたけど、その時もやっぱり中が見えないんですよね。だからこれ溢れちゃうのが心配なんだけど、どんぐらい入るか、1リッターとか入ってくれちゃってもいいんですけどね。で、ちょっと警告灯がつきましたから相当入るんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうね。多分これもう 500cc ぐらい入りました。緊張するな。ブワーって溢れるんじゃないかな。うわ、本当に入りますね。500以上入りました。スペックを事前に確認してないので何 cc ぐらい入るのかが分かりませんけど、緊張するな。おっと、来ました。やっぱり急に来ましたね。ここまでだ。よし、そーっと離して満タンになりましたけど、これでキャップをします。溢れそうだな。お、溢れなかった、ありがとうございます。これでタンクを閉めます。クローズ、キーもかけます。よし、 OK、 これはオイルはこれで終わりって言ったら、またここに黒い点が見えてしまって、そこだけちょっとだけ、ちょっとちょっと、こうやってキリがなくなっていくんですよね。よし、 OK、 これで次、あ、これ友達がゾイルくれたんですけど、ゾイル使い方がまだわからないのでそのままにします。相当入ったな、久しぶりですね、こんなにオイルを使うの。よし、それで次の作業に入ります。次は何だっけ、リムステッカーを貼ろうと思ってんだ。よし、準備します。
それでは次にリムステッカーの作業を入ろうと思います。最初にパーツクリーナーでリムを掃除します。これ本当はパーツクリーナーってあんまり良くないんですよね。なんでかっていうと、このパーツクリーナー揮発剤が剥がれたところにまた膜ができるらしいんですよ。そういう話を聞いたことがありますけど、詳しい話は分かりませんけど、そういうことを聞きました。でそれが本当だとしたらあんまり良くないけど、まあ例によってそんなあのプロの仕事をしてるわけじゃないので、剥がれちゃったら剥がれちゃったでいいっていう感じもあるし、だからあとリムステッカーもかっこいいやつを、せっかくのオートバイなので、せっかく新しく届いた古いオートバイなので、リムステッカーも新しいのをこう新調しようと思ったんですよね。新しいの新調っておかしいですね。ただの新調しようと思ったり、日本語は難しい。よし、これでいいですね。この私前回オートバイ乗ってる時に申し上げたんです。行動デビューの日に申し上げたんですけど、これガンマ16インチですけど、私の初16インチは初期型の VT250 だったんですよ。それを友達が買って、先輩が海外赴任する日に成田空港へ送っていくっていう計画があって、その時にね、そんなことしなければよかったんだけど、その VT を借りて高速道路を使って成田まで行くことにしたんですよ。今から考えたら本当にいろいろそんなことしなきゃいいのにっていう話があって、まず人のオートバイを借りて行くのはあんまり良くないですよね。でまずそのことが一つ。それこそ別に今から思ったら下道でも全然行けるんですよ、成田空港で。その頃はまだ知識もなくて、高速じゃないといけないと思っちゃったんでしょうね。あれね、やっぱり知識と経験って大事ですよね。それであれは12月ですね、12月の寒い朝にまだ暗い時から友達のオートバイを借りてスタートしたら、ほんの15分ぐらい走ったとこかな、転んじゃったんですよね。しかも何の変哲もない交差点でね、こうだんだん乗っていくのにこう慣れていかなきゃいけないじゃないですか。だから普通の交差点ですよ、その辺の裏道のそのカーブを曲がる時にちょっとこう気持ちで肩を入れて、でまだ周りが暗かったんで、こう VT がこう倒れてですね、私だけ体がその場に残されて VT がこう滑走していくんですよ、サーンって。左折の時に転んだんですけど、それで車体はガードレールだか電柱だかこうぶつかって止まるんですけど、その私がこう追いかけていくんですよね。で追いかけていってる時に、まあ、笑い事じゃないんだけど、もう本当にね、火花出しながら行くんですよ、 VT 君が。でそれを見てね、本当に悲しくなりましたね。それが16インチの思い出なんですけど、そういう16インチとの出会いでしたから、私本当16インチ嫌いで、自分の下手さ加減を棚に上げてですね。だけど、まあ、SR400 私3台か4台乗ったんですけど、18インチがほとんどでしたが、 1JR じゃなくて 2H6 か、初期型の SR はフロントが19インチでしたから、なんかね、やっぱね、もちろんそのオフロードのオートバイとかタイヤ20インチとか XL250S なんていうのは23インチのフロントホイールが入ってましたけど、なんかやっぱりこう悪路を走るためのオートバイがフロントタイヤでかいっていうことですから、そういう意味ではその方が安定するんですよね、悪路に対応できるというか。だから K は大きい方がいいんじゃないかなと思うわけですけれども、まあでもやっぱりね、用途によって仕様は変わってくるわけで、ロードレーサーはそんな昔はあったかもしれないですけど、今時18インチとかそういうのないですから、そういう意味では今17ですか、一回これで、この年式、これ昭和1984年ですけど、この頃に一回16インチが流行って、スペンサーも16インチ乗ってたと思うんですけど、その後17インチになって 17.5 インチになるんですか、私もう分かんないですけど、新しいのあんまり興味がなくなってしまったんで、 17.5 インチはリアだけなのかな。まあそんなホイールのリム系のお話をさせていただきました。今ここに見えますけど、100ですもんね、100の90の16って書いてありますから、幅が10ミリあじゃない100ミリ10センチって言おうと思って間違えちゃった、幅が10センチの扁平率 90%、 リム径が16インチ、現代として考えるととても細いタイヤですけど、これこの前走行動画の時もちょっと走りながら申し上げたんですけど、やっぱりお店で買ったので、まあ、インターネット販売ですね、買ったのでやっぱり見た感じも良くしなきゃいけないじゃないですか、その売ってる時、あ原車確認って私してないんで、なので
タイヤとかタイヤワックスついてるし、このシートもですね、シートもね、シートワックスついてるんですよ。走ったら結構ツルツルだったんで、あ、そっか、あ、そっかっていう感じでした。洗剤を使って剥がすほどじゃないかなと思って、めんどくさくてやってませんけど、よし、できた。4つ余ったからこれは後ろにしようかな。ビフォーアフターをいつも取り忘れるんで、今日は取っておきます。残った4枚はリアに貼ろう。いや、やっぱこれね、タイヤワックスついてタイヤワックスついてますよ。手感、感触がですね、ありますね。今は夏の終わりで、これから冬に向かっていくわけで、ちょうど乗ったりするのにいい季節ですけど、とりあえずツーリング、ある程度距離があるツーリングに行く予定はないので、この辺を走ってるだけですから、そういう意味ではこのタイヤワックスも放置かなと思うんですけど、ちょっとね、黒々としてますからね、やっぱり。そうそう、さっき話途中になってた、お店ネット販売ですから、見てくれがよくならなきゃいけないので、タイヤワックスするのは当たり前ですもんね。お店の気持ちはよくわかりますから、それもありだと思います。ただね、車のタイヤワックスな、四輪車のタイヤワックスならまだいいと思うんですけど、二輪車のタイヤワックスってどうなのかなっていう気はしますね。どうなんでしょうね。あんまりしてる人いないんじゃないですか、見た目を良くするなんてね。オートバイの場合はタイヤ以外のところにこう目が行きますからね。実際四輪車なんていうのはタイヤとガラスなんですよね。この2箇所、タイヤとガラスが綺麗だとボディが結構汚れててもあんまり気にならないっていうのはあるんですよね。皆さんも経験あると思いますけど、洗車する時間がなかった時、タイヤだけとか、タイヤとガラス、ちょっとタイヤは外せませんけど、掃除すると結構見た目が良くなるんです。よし、私のこのオリエンタルマシンのオリジナルリムステッカーの貼り方終わりました。リムステッカーが終わったら次は SRS 菅谷のチャンバーステッカーです。これも買いました。結構高かった、なかなかレアですからね。オイル漏れてんな、オイルが漏れてるけど、なんでしょうね。ああ、この辺もちょっと塗りたいですね。これ本当に耐熱なのかな。あ、耐熱か。表面から見たら分かんなかったですね。これチャンバー止めてるボルトが錆びてますから、忘れなければ後で錆変換剤塗りましょう。でも錆変換剤は確か耐熱の成分はないから、すぐに取れちゃうかもしれませんね。シルバーはスプレーならあるんですよ、耐熱塗料が。それを使えばいいのか。アリが歩いてますけど、今朝部屋で、私3階なんですけど、大きなカメムシが部屋の中歩いて、壁を歩いてて、それ見っけちゃってすっごいびっくりしたんだけど、すぐに捕まえてとか、触ると手臭くなっちゃうんで触れないけど、気持ち悪くて、クリアファイルかなんかね、こう利用してそこに乗せて、で窓から外に逃がしてあげましたけど、あれ飛ぶんですね。あ、当たり前か、飛ぶから3階にいるんだ。歩いて3階来るかもしれないけど、私が外に出そうと思ったらまた飛んじゃって、サッシの間とかに入っちゃったんですよ。だけどうまく開け閉めすると表側に向こうが行ってくれたので、そのまま窓を閉めて事なきを得たんですけど、まあ、またあれ入ってきちゃうかもしれないですね。よしよし、菅谷のステッカーが終わり、次の作業に入ります。次に純正のバックミラーなんですけど、このバックミラーって純正はすごい貴重なんですよ。だからそれが生きてて私すごい喜んだんですけど、ただグラグラだったんです。走ったら左側はいいんですけど、右側がグラグラなんですよ。なので私の作戦としてはとりあえずなんですけど、アロンアルファ瞬間接着剤で止めちゃう。これ右と左の高さだいぶ違う感じするんだけど、気のせいかな。高さを先ほど話しましたけど、シートがタイヤワックスかかってるみたいな、とっても見にくいんです。とってもずれにくいっていうか、なんか心だな、全体的には歪みがあるというか。あ、ほらほら、いろいろ違うんですね、この辺もね。深いな、もうちょっと外側でいいのかな。これぐらいでいいですかね。ちょっと違うだろうな、こんな感じでいいのか。これでここでもうとりあえず固定しちゃいます。これ純正にこだわる方は本当に純正が必要なんですけど、私の場合はそんなにこだわらないっていうことと、こだわらないっていうことから他の社外のですね
ミラーに交換するのもありなので固定しちゃいます。毛細管現象で伝っていってくれる。これさっきブワッとこう適当に脱脂剤をかけましたけど、それでこれ色落ちちゃったんですね。これねグラデーションみたいになっていい感じだけど適当、相変わらず適当だ。あとこれまでできるかな、これつけようと思ったんだけど、できるかどうか、できるだけやります。次はステッカーですね。ステッカーを考えて貼ります。さっきの例でいくと不用意にかけない方がいいんですね。吉村っていうのは4サイクルのチューニングメーカーですから、2サイクルはあんまり扱ってないんですけど、ただかのケビン・シュワンツもそうですけど、そのもっと前、あ、吉村と鈴木の関係は深いので、ここに吉村のステッカーを貼らせていただきました。かのスペンサーがですね、吉村、スペンサーじゃない、シュワンツが吉村カラー乗ってましたしね。あとガンマも3型でしたっけ、吉村カラーがありましたから、純正でそういう関係もあります。ここね GoPro の土台をスクリーンの下側に貼る予定なので、急遽これやめます。あとこれどうしようかな、これはここかな、よし。あとクーラントの量を確認しておこうと思ったんだ。これ、あ、こっちこっち、お、溢れた。ラジエーター本体の方は取れないな。あ、取れた。ラジエーター本体の方はちゃんと入って、緑色ちゃんと入ってて平気ですね。で、よくあるのがこのサブタンクの方に入ってないっていうことがあるんで、こちらは入れておかなきゃなんないですけど、やっぱり入っ、あ、まあ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 入ってる、ちょっと足りないから。で、今日はラジエーター冷却水クーラントを持ってきてないので、それはなしにします。今チラ見したらやっぱりこうやって見っけちゃうんですよね。ここも塗んなきゃっていうと、それでよしと。このこうやって出っ張ってるとこが一番ダメージ受けやすいんですよね。よしよし、作業の予定時刻を大体予定時刻に大体なってしまいましたから、これで今日の作業は終わろうと思います。うん、まあまあかな。よし、これでちょっと、あ、これで撮影して作業を終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。失礼します。